はい、こんにちは、大島です。まずはじめにマインド編をスタートいたします。で、マインド編、なぜこれが非常に大事かというとですね、ビジネスにとってマインドっていうのがぶっちゃけ一番なんですね。まあノウハウももちろんなんですけども、マインドが一番で、ノウハウは二番というようなイメージでやっていただきたいなと思います。確かにですね、僕もそうだったんですけども、最初はいやいやノウハウだろというような感じですね、思われるかもしれませんけども、うん、やっぱりマインド大事なので、マインド大事ですので、まあ、このレッスンでですね、まずはマインドを強化していただくというような感じで喋っていきたいと思います。ではマインドとはどういうことなのかというようにをお話しさせていただきます。で、マインドですね、でマインドとは何なのかと、まあ、要は成功マインドみたいなことですね。結構よく最近では SNS とかでも上がってますけども、成功マインド、うん、まあ、従業員マインドから、起業家マインドになるというようなことですね。まあ、要は、従業員従業員と起業家はい、従業員と起業家ですね。はい、でも従業員と起業家って何が違うのかという説明をしていくのが、まあ、一番早いかなと思います。で、現状ですね、まあ、皆さんは今、まあ、多くの方がですね、従業員な方だと、まあ、もちろんですね、起業していただいている方もいらっしゃるとは思いますけども、まあ、従業員、と起業家の差の、まず一つですね、従業員とはじゃ あどういうようなマインドなのかっていいますと、まあ、ほぼほぼですね、まあ、時給月給、時給月給、うん、まあ年俸とかはね、そっか、年俸は今多分あんまないと思います。まあ基本的には時給と月給だと思います。で、時給と月給っていうのはどういうことかっていうと、この時間に対して、まあ、例えばですね、1時間に対して、例えば今だったら分かりやすくて時給1000円ですかね、まあ、時給1000円だったとします。そうしましたら、まあ単純にですね、月20万円稼ぐとしたら、20万円なんで、かける2で2000円ですよね、2万、20万円100か、100時間、はい、20万円は、あ、違うか、20万円は100時間かける1000円ということになりますね。あ、これ200時間か、はい、200時間かける1000円ということになります。まあすいません、ちょっとこうね、計算間違ってたら申し訳ないんですけども、はい、200時間かける1000円ということですね。はい、まあそうなってくると、これは逆にですね、マックスなんですよ。うん、1ヶ月、まあ1日24時間ですよね。1日24時間の中で、1ヶ月、例えば、20万円稼ぐのに200時間か、やらなければいけませんから、あ、2000時間ですね、これ、すみません、はい、2000時間でした。200時間だと少なすぎますからね。200時間で大丈夫ですね。はい、
で、これ以上働くってなると、非常に難しいと、いうことになります。大体1日8時間ですよね、働くとしたら。で、まあ、週休2日 だとして、週に 5日働くわけです。で、8×5=40ですよね。で、これで40時間でかけることの、月は、ね、4週ありますから、かける4週と4×4=16ですよね。16時間、要は、単純計算でですね、1日8時間だとして、週に5日働きましたと、そうすると1週間で40時間ですので、かける4、1ヶ月ですね、1ヶ月で、こういう感じになりますね。1ヶ月で160時間ですね。1ヶ月で160時間と。で、まあ、この場合、さっきこの計算をしましたけども、この場合ですと16万円ですね、はい、これ決まってるわけですね、従業員は、まあ、従業員前のセット、例えば従業員というか、まあ、従業員であれ、社員であれ、まあ、契約されて、会社からお金をいただいていると、まあ、決まったと月に、決まった日に給料が口座に振り込まれるという人が、こういう計算なわけですよ、じゃあこれを増やしましょうとなった時に、じゃ1日ね、例えばこれで16、まあ、分かりやすく20時間、まあ、そんな働けないですけども、まあ、ここは大げさにね、1日20時間働いたとしますよ。で、もうめっちゃ稼ぎたいわけですから、週7出ました、1ヶ月休みなしです。1ヶ月休みなしで、そうしましたら、2、7、14ですか、140時間ですね。で、かけるの4、4ヶ月ですから、560、はい、時給1000円だとしたら、はい、56万円ですね。1日20時間働いて、毎日ですよ、休みなくして1ヶ月56万円です、まあ、こういう形でマックスですね、まあ、多分死ぬと思いますけど、まあ、泊まり込みでね、頑張ればこれぐらいいくと思います、まあ、こういう計算になるわけですね、従業員マインドっていうのは。こういう計算だと、もう限界がですね、まあ、50万とかになってしまうんですね。僕自身、ラーメン屋にいた時ですね、実際50万円ぐらい回ったんですよ、月。ただ、まあ、本当に今の計算のような毎日でしたね。休みはありましたけども、結局、時給に換算したら、まあ、今ぐらい、まあ、1500円ぐらいじゃないですかね。だって1日12時間とか、本当に16時間とか働いてたんで、まあ、時給に換算すると普通かなっていう、なんかこういう計算になってしまいますね。で、天井がないですよね。天井があるんですよね、これは。もう限界です。これ100万稼ぐって無理ですよね、ぶっちゃけ。大手の企業でね、大手企業の、まあ、役員になったとしても、そうですね、年収2000万とか1000万とか、まあ1000万いく時点で、まあ、5% ぐらいって言われてますから、まあそんな程度ですね。でそんだけやっても、まあ、数十年一つの会社で上司にペコペコしながら、ね、頑張って、毎日出勤して、で、ようやく40歳になって、まあ、年収1000万とか、まあ、そういうレベルだと思います。一方起業家ですね、一方起業家で、起業家というのは、はい、皆さんも分かる、分かる通り無限です。天井がないんですね。これ1億だったり100億、もう全然不可能じゃないんですよね、起業家っていうのは。なぜなら、時給でもない、月給でもない、やればやるだけ
稼げるというようなマインドになるわけです。ただ、ちょっとこっちのね、説明はちょっと長くなってしまうかもしれないんですけども、これじゃないっていうだけで、はい、今思いましたよね。これのまあマックス限界だったとしても現実的にまあこれぐらいかなっていう天井があるじゃないですか。こっちはもう無限なんですよ。一回ももう全く上限がないって。ビル・ゲイツだってね、世界一の億万長者ですけども、もうあの人だってもう100億100 1兆とかね、2兆とかね、まあ普通に貯金っていうか現金キャッシュで持ってると思います。それぐらいの違いがあるわけですね。だから、ここで終わるのかここで終わるのかどっちがいいですかというのはまず自分で初めに問いただしてみてほしいんですね。これどっちがいいかっていうのを、どっちがいいですかっていう話なんですけど、まあこっちですよね、普通は。まあ、このカー、このですね、教材を買っていただいてる方であれば、まあこっちの前でもかなっていただいてると思うんですけども、これだけね、すごいことなんだというようなことを再認識してほしいと思っております。で、あとですね、もう一つ。一番起業家さんとか、これからねビジネスを始める人一番、辛いと思う部分が必ずあります。それはですね、この成功曲線というものです。成功曲線、はい、これが非常に大事です。この考え方を必ず考えの底辺、考えの根底に置いておいてください。これが初めですね、こうゼロ地点。この上で言った従業員というマインド、従業員というマインドが、まあ、このね、年収1000万円がここだったとしますね。年収1000万円、まあ、年収500万円がここだったとします。はい。で、まあ、この上は無限ですね、企業家の無限。はい。で、従業員、従業員っていうのは、まあ入社しますと、まあこんな感じですね。まあ時間軸が入社5年10年20年30年40年ってやったとしたら、まあ言ってもこんなもんですね。で、この辺でようやくまあこんな感じになるかなっていう感じですね。まあこれは20万円とかですよ、多分20万円とかで、よくて、まあ、50万円ぐらいになると、まあ月収ですね、まあ年収でいうと、300万円から、こうやってなるとこの辺で1000万とか、まあそういうレベルだと思います。で、何がいけないかと、何が皆さんこっち起業とかビジネスとか始める何が怖いかっていう、最初マイナスから入るわけですよ。マイナスかゼロ、ほとんどゼロですけど、大体初期投資を払ったり、あとは広告費払ったり、まだこういう教材で勉強代に自己投資したりっていうので、マイナスから入るわけですね。マイナスから、ちょっと赤い書きましょうか。だからみんなやらないし、怖いし、始められない、やれないんですよね。マイナスから入ります。で、確かにこの辺はね、まあ、これ5年は言い過ぎなんですけど、この辺からですね、まあ、こうなってくるわけですね。これさっき言った無限です。ちょっとこの時間軸長すぎるんで短くしましょう。1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年としましょう。いいですか。ここ従業員はここがマックスです。天井、これ以上いきません、どう考えても。ただ起業家っていうのは確かにマイナスから入る、辛い時があります、ね、ただ
あるところでこうグーっていくとこが絶対にあるんですよ。なので、それをですね絶対に諦めないというのが一番大事だし、そもそもここをこう行くっていう確率自体が少ないわけですね。3年で潰れる会社、会社は会社は、80% が3年以内潰れます。これもね、データ出てるんですけども、会社は 80% を3年で潰れます。なのでこれをやったとしてもこの辺でこう潰れちゃったりするわけですね。稼げなくて諦めたりとか、多くの人はこっちに行ってしまうと。ただそんなの当たり前なんですよ、ね、さっきも言いましたけども、80% はそもそも3年以内にこう終わるわけですから、僕らは 20% にならなければいけない、そのためには単純に言うと10回挑戦して2回成功するんです。5回挑戦して1回成功するぐらい、まあそれぐらいと。だってここがあるんですか、ここに向かってるわけですよ僕らは、ね、多くの人はここで止まったりここでこうなったりしてるのに、僕らはこっちを行かなければいけないわけです。なので失敗するのが当たり前、 20% のが当たり前というように考えて僕らは行動しなければいけない。だからそう考えると楽じゃないですか、ほとんど失敗すると。だから今回のですねこの物販だったりしても、まあ10品出品しても1個も売れないのが当たり前なんですよ。例えばね、まあ、そのうち1個売れればいいかなみたいな。でそれをどん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 調節していって精度を上げていくと、まあ10品につき2品売れたりとか、5品につき1品に売れたりとか、そういう風にしていくわけですね。なんかこの精度をね高めていくんですよ、何回も何回も挑戦して。これが起業家マインドです。で皆さんが一番辛い、道成さんが一番怖がっているのはここの返し、ここの部分ですね、この帰りの部分、ここ辛いですよね。1年2年3年、この部分ですね、この部分がねやっぱり一番辛いんですよ。ここ耐えられないでこう落ちてしまう、いや諦めてしまう、夢を諦めたり起業を諦めたりして、またこっちに戻ってしまうんですよね。なぜかっていうとマイナスだからです。これ当たり前なんですね、マイナスだから、みんなが辛い、みんなが大変な思いをしてるわけですね。だから楽して稼ぐ、とかはあまり僕はおすすめしません、楽はしてないですみんな、ぶっちゃけ企業家の方はどこかで必ず苦労をしています、どこかで必ずこの部分を体感しています。だから言葉にも重みもあるし説得力もあると。だからみんな失敗しているわけですね。稀にですね、稀にいきなりここ行く人もいますよ、まあ、バックボーンもあるし。でもそういう方は大体バックボーンがあります。親がお金持ちだったり、もともとビジネスの学校出ていたり、まあ、あとは、お母さんが起業家だったり、周りの友達がもともとね、いい家庭でビジネス学校とかね通っているような仲間たち、昔から触れているような人たち、そういう人たちが、まあ、割とねこういうふうにいきなりここすっ飛ばしてこの辺から行くパターンも多くあります。ただこの辺は無視してください。無視、この辺は見てはいけません。だってもともとの環境が違うんですから、僕らはこの曲線を辿っていかなければいけないというような感じです。はい、なのでですね今回まとめますと、従業員と起業家のマインドセットはどんな感じで違うのかというようなことで、まあ従業員は時給に換算して天井があると、まあ、よくてこれぐらいなんじゃないですかという話です。でも起業家は無限、その代わりリスクがあって耐えなければいけない時間もあると。そして、大体ね会社というのは 80% 3年以内ほとんど失敗すると。だから失敗するのは当たり前です。だから何回も何回もチャレンジして、これは大きなスパンで言ってますけども、今回、ね、学ぶ物販にしろ、いっぱい出品しても、なかなか売れないというようなこともあると思います。ただこれです、ほとんど失敗するんです、ほ
とんどうまくいきません、ビジネスっていうのは。だからうまくいかない前提で、いろいろ進めてほしいなと。そううまくいかないって最初から分かっていれば、最初から8割がうまくいかないと分かっていれば諦めずに済むと思いますし、いちいちショックをね受けないと思うんですよ。ショックを受けずに改善する、改善する、で挑戦してみて改善する、でまた仮説を立てて挑戦してみて修正すると、このねサイクルをもう何回も何回もやっていただきたいなと思います。はい、で今回ですね、マインドについての一つ目の動画はこれで終わりたいと思います。それでは今回も動画を見ていただいてありがとうございました。